今回もリスナー様からイラストをいただきました。ありがとうございます。こちらがリアルの僕です。どんな感じに仕上がってるんでしょうか。楽しみですね。俺の要素どこ。というわけでボケてツッコミ第81弾いってみたいと思います。イラストはずっと募集してますので、ツイッターのダイレクトメールから送ってください。それでは行ってみましょう。ポチッとな。必ず俺が暴いてやる。おっちゃん今回気合入ってんね。コナン麻酔カモン。設定崩壊するからやめて。ドローンがバット運んでる。誰が何のためにこんなことやってんだ。いっその野球やろうぜ。どこまで追いかけてくんだよ。こちらはネットでは有名なコラ画像ですね。確か僕が飛ばされる威力とか言うんだよね。強い竜巻だと毎秒100メートル近い風が吹くが、これは僕が食べますね。ダイソンが泣いて逃げ出す吸引力。こりゃすごい。腰があって美味しそう。立派なうどんだ。もうすぐパンが焼き上がるよ。こいつら何も分かってねえ。おっちょ、クマじゃん。食われるって。何やってんのこれ。え、本見せてんの。ほら、プーさん人食べへんやろ。説得中だった。これだと妙なことが2つ出てくる。こちらははじめちゃんの推理ショーですね。なぜまた酒を飲んだのかと、なぜ坊主頭なのかですね。アル中って怖え。こちらはお見合いしてるところですね。私お見合いで即お断りするのが趣味なんです。奇遇だな。僕もです。お前ら以上に気の合うカップルおらんわ。結婚せ。感じぬ。歓迎会なのに歓迎の気持ちなどみじんも感じぬ。そんなもんだ。みんなただ飲みたいだけ。8000以上だ。8000以上。ビール一杯でぼったくロット。僕の魅力ってなんだい。G の魅力？そんなのある。女性からキャーキャー言われる。キャーの意味が違う。野球中継を見るんだ。いや、全日本キャットショーだ。お前らくだらないことで喧嘩すんなよ。まあまあ、ちょっと止めて。ファイ。クラスにいたわこういうやつ。まるで成長していない。こちらはバスケ漫画、いや少年漫画の歴史に残る名シーンですね。山口達也。もはや大か。多分この人今後の人生あと5回くらいなんかで逮捕されて田代正史みたいになるんだろうな。こちらは国際的な会議で何かを訴えている女性のようです。私の国は食料問題に困っています。説得力ゼロ。もし本当に困ってたとしたら多分君のせい。ノア計画。大豪雨を降らせて世界を洗い流してしまう。私の罪も流れるかしら。いえ、増えるだけです。